はいどうも、黒みつばです。ということで、今回はですね、3分で、手短に今後やしゃむようについて話していこうかなと思います。はい。ということでですね、まあ、今回ギミックですね。対策が必要なギミック、連れてく前に必要なギミックっていうのが、アンチワープ、あとは火付き地雷。なんで、まあ、全員に地雷、マインスイーパーは必要ないですね。で、あとは、回復なし。で、あと、直殴り倍率が3倍。で、防御アップブラストですね。うん。この5つぐらいが、まあ、主な。ギミックになってくるかなと思います。でこのビットンがね霧みたいな白い霧みたいなやつ出してるんですけど、これが防御アップブラストで、これの範疇にいればほとんどダメージ食らわないです。結構即死級の攻撃でも耐えれたりするレベルで食らわないので、まあ入っとくことがおすすめですね。鬼は食らったことないから何万飛んでくるか分かんないんですけど、このビシュヌのなんかこの5ターンのやつは全然耐えれました。うん、入ってれば。入ってないとちょっときついかなとも思ったんですけど。はい。でですね、まあ、主な立ち回りとしては基本的には直殴りで出してくって感じですかね。さっきも言ったんですけど、直殴り倍率がおそらく3倍なので、まあ、極端に言えばハクアとか、極端じゃないな、普通に言えばハクアとか高杉とかと同じような倍率なんですよね。まあ、結局友情にあんまり頼らない感じになるかなと思います。で、今回の編成なんですけど、メリオダスですね、先頭にいるのが。これ最適です。間違いなく。間違いないって言ってもいいレベルで、本当に強いです。カウンターキラーも乗るし、マイスイ M も一応持ってるので、殴りがダンチなんですよね。うん。で、あとは、アルカリア2体ですね。こいつは、運枠ですね。運枠で、SS が4人分身 SS なので、この直殴り倍率と相性のいい SS になってます。はい。で、個人的にね、でもちょっと使ってみたかったのが、芝居とか。使ってみたかったですね、うん。で、最後なんですけど、ノブックスですね。これ、実は運極なんで、運極なんで入れてるんですけど、ここのところは全然代用が効いて、宝来で全然いけるかなと思います。もちろん身がついてないとか、そういうとこはちょっとでかいんですけど、まあ、宝来でも全然自分はいけるかなと思ってて、理由としては、宝来って実はめちゃくちゃ自強化倍率高いんですよね。あいつ、何倍だったかな？結構ね、えぐいんですよ。味方2倍の速度 2.5 倍とか、なんかそういう感じで、味方の倍率がめちゃくちゃ高いので、まあ、多分全キャラ1位、ガチャゲン含めて全キャラ1位で高いので、全然宝来で代用効くかなと思います。なんでこれ連れて行きたいかっていうと、ここですね。ラスゲがめちゃくちゃ楽になります。ラスゲすごくこれめんどくさい配置で、ビシュヌとかいるし、本当にめんどくさいんですけど、号令入れていけば結構ワンパンしたりとか、ビシヌ処理ができたりとかできるので、結構号令キャラはおすすめですという話でした。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒みつばでした。